番組はこのスポンサーでしょうな。お疲れ様。はい、どうも皆さん、こんにちは。マイスクリーム講師のデスノリー様もでございます。今日もよろしくお願いします。ということで、今回もリアクション動画をお送りしていきたいと思っております。今日はね、来たよ、センス。令和のセンス来たよ、センス。ペールダスクの新曲が、ランブルというですね、新曲出て、おりましたので、こちら、早速見ていきたいと思っております。僕ね、割と昔から、僕、もう子さんアピールじゃないですけど、割と昔から、ペールダスク好きで、売れるだろうなって思ってたんですよ。売れてますね。マジで。株買っとけばよかったね。っていう感じでですね、最近とどまることを知らない、もう海外進出もですね、めちゃくちゃ、しているペールダスク、大活躍のペールダスクでございますが、ボーカルのカイト君にご快諾いただきまして、リアクションさせていただきます。ありがとうございます。もう毎回新しい刺激をくれるペールダスクの新曲、これもですね、もういろんな人の心を動かすような、大変素晴らしい楽曲になってますんで、一緒にこう最後までですね、楽しんでいただければなと思っております。こんな感じで、このチャンネルでは日々、リアクション動画とか、ボイトレ動画とか配信しております。のでまだチャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。あとグッドボタンもこの時点で押していただけると嬉しいです。さあ行きますよ。しかもね、カイトくんのシャウトがね、これもう当然昔よりも上手くよりなってますけど、昔もすごかったけれども、今もより磨き多分かかってると思いますから、これも着目ポイントですよ。フィーチャリング、あれ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 、ちょっとなんかやらしいのもちょっと見え隠れしておりますが、このあたりも要着目ポイントでございます。行きます、レッツゴー。違う。あら。弓矢が刺さった少年。疾走感が。あははは。ああ。ペールダスクだ。めちゃくちゃペールダスクらしい。 MV もなんかね、こうカラフルな色使いだったり、こうポップな感じなんですけど、楽曲もやっぱね、そういう感じだよね。ペールダスクっぽいね。いきなりこうアップテンポな感じから始まってさ、で僕が好きなのがですね、特に好きなのがこの始まりの感じもすごい好きなんですけど、この感じね。いいね、このシンガロングしてる感じも。いいね。次のさ、この感じ、このデッデレッデデみたいな、このペールダスクのなんて言うんでしょう、こうはめちゃくちゃ歯切れのいいリフというか、これなんて言うんですかね、ギター僕詳しくないんであれなんですけど、デッデッデッデみたいな、こういうパターンめっちゃ好き。この感じすげえかっこいい。やっぱね、カイトくんのシャウトが、いやわかんないよ、気のせいかもしれないですけど、種類増えてるというか、音色も進化しつつ、なんか、いろんなことしてますよね。なんか今すごいいろんなことしました。まだ開始39秒ですけども、いろんなシャウト使ってましたよ。こうすごい高い感じのさ、ファンタムスファウみたいな、こう高い感じのシャウトここ使ってますよね。で、ここは結構中域なミドルな感じ。これ割と、いつも使ってらっしゃる一番メインのところですよね。ローがさ、これローですよ。うわ、うわーいみたいな感じで。なんかローがごつくなってませんか？で、なんかね、高い、あんまり聞かない感じの高いシャウトからメインどころのミドル行って、なんかこう、めっちゃごついローみたいな感じで。高い真ん中低いって感じで、綺麗にこれ使い分けてますね、これね。そして、目まぐるしく楽曲が展開してます。ああ。ああ。語り。かっけ。かっけ。いいね。いいね。
った、すごかった、すごかった、すごかった。もうすごい、すごい、目まぐるしい、マジで。しかも今のところの高いシャウトもすごかったね。この語りパートいいっすね。これ。音が、で、ここで音が消えてさ。ここもさっきの感じの高いシャウトですね。抜けのいい高いシャウトを使ってますよね。音数が少なくてシャウトが入るな、これ。うわうわちょっと。うわ叫んで。あここの範囲もなんかちょっと種類違うのよ。いや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 ちょっとこう、もうちょっと邪悪な感じ、小悪魔チックなさ、ゴブリン的なシャウトだよね、ここはね。メリハリやば。うわっ、ああ。めちゃめちゃいいやん。こう綺麗にチョップされてるよね、楽曲が。で、こんだけさ、いろんなことやってんのにさ、一分半ですよまだ。7、8曲分聞いた気がするんですけど、こんだけやってんのに。ペイルの曲聴けるというか、聴いててそのひたすら楽しいというかさ、もうほんとなんか純粋にディズニーランドみたいなさ、あーアトラクションあっていっぱいあって楽しいなみたいな感じなんですよね。これはどこにその、これはこのその秘密を探るべくアマゾンに行かないとこれはいけない。間違いなく。ね。ゴーストダンス。これなんかね、ゴーストダンス調べたんですけど、僕もね、知らなかったんですけど、まあ、ある種その宗教的な踊りの一種らしくて、まあね、浅い知識で申し訳ないんですけど、なんかその、死者との交流を図るというか、舞い戻すみたいな。なんかあの時代を呼び戻すぞみたいな。古き良きものを取り返すみたいな、そういうニュアンスの、踊りらしい。それが、これで言うゴーストダンスなのかわからないんですけど、この曲はね、やっぱ全体的になんか、こう前向きにさせる曲な気がするんですよね。すごいこうなんか、自分の殻に閉じこもってないで、こう外の開けた世界に行けよみたいな、真のお前はそんなもんじゃないだろみたいな、そういうなんかメッセージをね、まあ僕的にはこう感じるんですよね。感じるんだけど、だからそういう意味での取り戻せ的な意味合いでゴーストダンスなのかな。 Show me a ghost dance みたいな歌詞だった気がする。ああ Show me a ghost dance ね。これタイトタイト、めっちゃタイトタイト。あ、あ、あ、テンポが上がってぬるりと、あ、あ、きたー。マサトさん来た。ここでですね、めちゃくちゃ壮大なパートに入るんですけれども、ここまでをさ、すごく全然悪い意味じゃなくて、めちゃくちゃこう詰め込んで展開ってやってきて、ここでふってめちゃくちゃ壮大なクリーンパートね。でしかもここでマサトさんが来て、とにかくメリハリがすごい。この曲はよく聞きましょう。ここね、高橋を抱いて小雪が静かになって、あっ、で、カイト君がシャウトして、美しい、あっ、あっ、強い、あっ、ここはですね、もうね、最初聞いた時はね、鳥肌が立ちました、マジで。これ冗談抜きで。めちゃくちゃ、でも今もちょっと立ってるんですけど、なんだろう、もう映画みたいだよね、もう本当に。なんかもうさっきの展開があって、すげえ開けた感じになって、ここでもう一段その感じが来るんですよ。もうこんなに、あんなに広いマンションを2部屋も借りてたのに、今度は20億円の豪邸に引っ越すんですかみたいな。もうヒカキンさんみたいな。全然違うけど。ヒカキンさんみたいだよ。全然違うけどね。うん。
で、ほんとマサトさんのクリーンが映えるし、そこにカイト君のシャウトもさ、重なってきてさ、このコントラストじゃないけど、重なりがすごい美しいですよね。だし、このマサトさんがフィーチャリングしてる時のこの、カイト君をはじめね、そのペルダクスクのメンバーさんたちの心境を考えると、嬉しいんだろうなって思って、それもちょっとなんかこう、エモくて、もういろいろ重なっていいわ。はい。これはもう、ハンズアップせざるを得ないだろう。いいね。聞き入っちゃう。ごめん。この飛び立つ感じね。それこそこう、いけーっつって、もうお前やってこい、いけーっつって、そういう感じのさ、感じですよね、なんかね。歌詞がいいよ。始まる。日本語であえてね。あえて日本語なんです。もう上がってるだろ。あとは飛躍で。バーッつって。ここの、この前乗り感。ははめちゃめちゃだ。いいっすよ。MV もめっちゃいい。分厚い。いやなんかもうやっぱローが分厚く、やっぱシャウト分厚くなってますよね、なんかね。この辺とか、マサトさんのシャウトも入ってそうな感じしますよね、なんかね。皆さんでこうシンガロングもできそうな綺麗なパートですね。めっちゃ綺麗やん。あーこうギターのフレーズがここ余計泣かせにかかってきて、キョイーン言うて泣かせにかかってきてます。ここイエー、今のマサトさんかな、書いてくるかな。Here we go again。 もう一回行くよ。あっ、あ、日本語でね。いいよ。めっちゃいいじゃん。何この素敵 MV、 マジで。いや、やべえ、ごめんなさい、なんかやばい、なんか見入っちゃった。すいません、なんか全然シャウトの解説してないです、ごめんなさい。もうすごくですか、この楽曲。なんかもうほんとさっきも言いましたけど、なんか一本映画見ましたみたいなさ、そういうなんかすごいストーリーメッセージね、いろいろ感じますよね。この MV とかさ、歌詞とかの感じ。あとなんか英語だったり日本語だったりとかさ、もうなんかいろんな本当に要素が詰め込まれております。なんか喜怒哀楽、いろいろな感情が詰め込まれております。で、取ってつけたように、カイト君のシャウトに関して説明すると、割とやっぱね、なんかね、珍しい音色だと思うんですよね。堂々ってよりは、それこそペールダスクの楽曲に合ってるというか、ちょっとポップな、弾けるような、なんかね、英語とか日本語、言葉のニュアンスとかも含めて、弾けるようななんかニュアンスが結構強いシャウトで、すごくこう楽曲にマッチしてるシャウトだと思いますね。やっぱこう進化をね日々続けてるんだなと、そういうところもね感じましたね。こう気だるめに歌うパートとかめちゃくちゃ色気あってセクシーだったし、でマサトさんとの絡みもすごく良かったというか、なんかありがとうございますって感じの楽曲でした。ということで、日々大活躍しております。ペールダスクのランブルですね。本家気になられた方は概要欄に貼っておりますんで、こちらチェックなさってください。あと、今回の動画が良かったよという方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひよろしくお願いします。このアーティストさん取り上げてくださいとか、そういうリクエストとかもね、ありましたら、コメント欄にぜひガンガンお寄せください。全部見ております。いつもありがとうございます。ということで、デスノニー様がお送りいたしました。バイバイ。